1> 第1回衆議院議員総選挙は、1890年7月1日に日本で行われた帝国議会議員の総選挙である。1889年2月11日に交付された、第日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法に基づいて、日本で初めて行われた民選選挙である。自由民権運動、大同団結運動を経て分裂した。 旧自由党系の自由党、大道クラブ、愛国高等の3党や、立憲改新党、九州同志会などが選挙に臨んだ。短期投票、一票制、大政会国民自由党、立憲自由党、立憲、改新党無所属総選挙後の所属党派補欠、厚生党選原職議員が死去あるいは辞職した場合、補欠選挙が実施された。 複数の選挙区で当選した人物が辞退した選挙区では再選挙が行われる。当選訴訟によって当選無効となった場合、裁判所の判決に基づいて当選者が変更される。これを公正という。ただし失格となった当選者も公正までは正当な当選者として議席を有するため選挙時の当選者として扱われる。議会制度70年史。 議会制度百年史などの文献では、その区分が不明確であり、また誤りが散見されるため注意を要する。総選挙後、九州連合同司会から解消した、九州同司会が、旧自由党系三党、改新党との合流を目指した。改新党は、最終的に合流を断念したものの四党で、立憲自由党を結成。改新党は、単独勢力で、会派。 議員集会所を設立。中立派議員を中心に、会派、体制会、大道クラブの後藤昌二郎系議員が脱党して、創設した国民自由党と衆議院の勢力は3党1会派に再編された。ありがとうございます。